へいよー、キャンスマッシュー。実際今日もね、クラウドをやっていくんですけども、進化逮捕来ましたね、といったところで、速攻課金しましたよ、と。まあ、こいつはですね、出した時に爆撃をですね、いっぱい落としますよ、といったところですね。で、まあ、このダメージが、タワーに対しては、このダメージで入らなくなりました。はい、ちょっとね、強すぎたんでね、これタワーに入ると。まあ、といったところで、早速ね、ちょっと使っていこうと思います。ということで、レッツゴー。まあ、大砲入りだと、まあ、着エガイ補給とかの方が強くなるのかなってイメージはあるんだけど、まあ、実際どんなもんやねんと、ちょっと強そうやけど、どんなもんやねんって言ったところで使っていこうと思います。いやー、ツーリツマルチね、おもろいね。コラボ、いろんなコラボしてくんだよ、本当に。楽しみにしててください。あと、思ったより、あのですね、尿道が盛り上がってる。なんか、まあ1回ぐらいやって終わりかなと思ったんだけど、かなり尿道の応募があってですね、まあなかなかね、クラロワの女性プレイヤーとね、こうクラロワするみたいなこともないじゃん、普通の 1v1 だと。コーチング企画とかになってもさ、みたいなとこもあるんで、ちょっとね、楽しくやっていけたらいいかなと思ってます。男性プレイヤー、スパルタ道もやりたいんだけど、これね、これ、もう大砲で攻めれちゃうからね、実は、これ大砲で攻めれるんで、まあ、攻めに使っていきたいところでもあるんだけど、まあ、アイスピで寄せつつ、ウッド使いつつ、アイゴレで、飛ばせつつ、新カメガはね、通常攻撃させずに飛ばせちゃえばいいからな。いや、これホグ大砲行きてえなー。ホグ大砲やっちゃうか、これコウモリ飛ばすべ。こんくらい、はい、これです。進化コウモリを飛ばすことができるっていう。で、しかもここね、大砲で回収できる。今のね、マジで強い。いきなりお手本のような使い方できちゃったね。まあ、スケとかでやりつつ、一旦ホグかな。メガネとこれまだ進化しないよね。オッケー。まあ、攻めでも使うことができるっていうのが、まあ、マジで強いね。進化マスケ出してあげて。いやー、えらそれ。これでええ感じにしつつ、まあ大砲回しとくか。ファイボ圏内なんだよな。まあ防衛の強さ見してもいいし、まあこういうようなね、動きもできますよってことで、じじ。いや、今のね、まあ、あの進化コウモリを飛ばしたとこが全てかな。うん、強い。アチャクエライフグ行こうか。大砲強いね。マジで強い。アチャクエライフグはあんま使わないけど、まあ、チャンピオンサイクルで大砲ガン回しできますよねって言ったところでは、かなりシナジーがあるんじゃねえかなと。睨んでいます。まあ、ただ、あんまり大砲って置かないから、この何もない時にね、サイクル回すのは難しいかもなって気はする。まあ一旦ルーク、これあれだな、クロスだな。おお、新兵隊熱いぞ。まあ大砲置きつつ、圧着今の中でもいいな。圧着今の中、ウッドクロークかな。いや、ファイスピディア。いいよ。これね、進化神衛隊の防衛の時に、進化大砲マジめちゃくちゃ刺さるから、あり。クローク使おう。さあ、飛ばせ、ナイス。まあ、ロイホグ、スケセパするけど、どうだこれ。アーチャーで、綺麗に処理されちゃうかな。いや、ギリ。
うん、オッケーオッケー、はみ出してる、はみ出してる。左も右もやばいな、これ。まあ、着いかなで、まあ、右ウッドだけとかで、ちょっと痛いダメージ入った。今の進化大砲だったらね、世界変わったんだけど、これ、好きでしょ。ナイスクロック。まあ、これ、無視とかでいいか、マスケ出してなかったんだけどね。で、一応、敵陣大砲で、テスラとかに攻撃することはできるけど、まあ、クエイクでいいかな。ここ、絶対、端前進入れてくると思うんで、大砲で、守っちゃおう。楽しみだ。来たー。これ、マジ強い。で、ホパでしょ。で、ロイホグ出す、クエイク打つ。で、アチャクイ入る、クロック大砲回しといてみな。はい、ジジイ。はい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 、はい。いやー、まあ今のところあれだな、大砲が強いマッチアップというか引いてるので、強いね。ただやっぱあんまり置けないな、大砲。そうそう、通り施設がテスラ先置き、テスラ、まあでも先置き大砲いっぱいすればいいか、もはやね。これも大砲置いちゃうわ。やばいか。でもアチャクイで、アチャクイ置きつつバルキリー切ったんで、まあ13セパかな、これ。13セパね、強いですよ。22セパね、オッケー。ウッドクロークかな、こんくらい。素晴らしいタイミング。まあ、こうか。痛いね、痛い、まずい。まあでもダメージは結構入ってるからいっか。で、進化大砲回った。端前ロケ砲もしょれるのが熱い。若さ、ごめん、今頭かいてた普通に。いや、忘れた。まあ、デリバリーでいこうか、ここは。あれ、ダメージギードまくられてる。みたいな感じで当たんないこともありますと。なんなら痛いよっていう。左ね。まあ、今のね、もう一個右寄せとかかな。難かったね、今。まあこれもクエイクで落としいっちゃうか。ケツは着衣して、進化スケスパでロイホグで落としに行ってみな。ウッド使ったら基本入るでしょ。で大砲置いといて、デリー、これ、いてー。バルキリー切ってる。うん、クエイク入る。クローク。で、ウッドまで使って、ちゃんと攻めとく。前ね、これね、進化大砲ね、マジ強かったんだけどな。
残念だね。まあ、一応敵陣のやつやっとくか。ロケ砲じゃない？ヤギタイがためのやついきます。これでダメージが入るんだけど、これがあの緊急弱体化前は普通のダメージ入っててライトニングより削れるっていう、まあって考えたら結構グロくない？その前のダメージがタワーダメージが高かった時の大砲、まあ、考えるとまあ正直ぶっ壊れだったか。そのロイホグとかこういう高回転系のデッキで大砲が削り呪文になっちゃうみたいながちょっと強すぎるんでね、それはなくてよかったなーっていう。ガゴツラ、殴り合いがすごい。どっちが入る？こっちですか。今のロイジャイガゴだるいな。アイスピー止めとかの方が良かったかな。いやでもな、デモナーすぎたな今。どう立ち回ろうかな。一旦受けから入るか。一旦こっちもケツマスケしてファイボからのちょっともったいないか。これもホグでこう受けよう。敵陣ガゴ飛ばすの楽しみだな。いや強いよそれ。それ強いな。あ、ホグ飛ばすか。まだ通常バルキリーで、今のもな、進化大砲だったらな、ガゴまで守れてんだけどね。ファイザか。アイゴレ出すと縦線が来る。まあ、使わせとくか。正直これもホグ大砲で行ってもいいし、ファイボでもいい。進化バルキーなんだよな。あみたいな感じで守りつつ、いやーバルキーやばいわこれ。おお、でもなんかさっさとしょってザップまで使う。さすがにかこれ。まあこれはオッケー、一時交換。ファイボがつらい、ファイボつらいな。ガゴかな、インフェか。大砲は出しといて、まあこうか。いや爆発なんかうまく当たってない感じするな。うん、うまく当たってない感じする。進化マスケどう使おうかな。まあ、ホグ出して。まあ、一旦こうか。お、あっつそれ。ハゲが終わってるか。いや、今な、ロイジャイからぶっこ抜いてたのめっちゃ良かったんだけどね。さあ、グッドゲームですね。まあ、これは俺の26の熟練度の甘さも出つつみたいな感じだけど。まあ進化大砲の性能検証といったところでいくと、まあ、置く位置がちょっと難しいね。よし、ライフグ行こう。あ、着衣ライフグの方がなんかチャンピオンサイクルもあって使いやすさはあるな俺はね。
さあよろしく。ちゃんと大砲一マス遠目に出しちゃいけないんだな。プリンセスかな、バルキーか。まあ一発攻めてもいいな。攻めちゃおう。デリバリーで、まあ1試合に2回使えたりぐらいかな。大砲、まあ相手のデッキにもよるな。相手のデッキにもよります。これファイスピだしの、まあ、バルキリーいるもんな。メガナイトバルキリーか。一旦防衛から、まあ着衣出しつつ、でライトニングね。まあ今みたいな両性攻めしてくるんだったら進化大砲でバチクモン行ったっていい。まあセパか。セパしてあげて大砲。残しとかなくていいな。まあ一旦端前着衣とかしとくか。さあ来ました。オッケー、いろいろ飛んだ。今のコウモリとか溶かしたのマジで偉いな。普通に強い。まあこれも時間的に間に合わないかな。あと大砲入りのデッキって何があったっけ。大砲入りのデッキ、大砲入りの枯渇か。あーでも枯渇の進化大砲どうなんだろうな。どうなんでしょう。 TB とかあるか。あードリル、これちょっと強そうじゃない。使ってみよう。強そう。数出しちまえばその進化ドリルじゃね、進化大砲でラバーパピー処理したりとかみたいな、まあそういうこともできるからね。まあ大砲か。これは下盾でこう分離防衛しよう。まあドリグスキルまでいくか。これでスキルビーって打っちゃってシンプルにシュタインが強いと。これはいいカウンター。で大砲も次回る。あれこれ何で、おーなるほど。ちょっとこれ遅れちゃったけど、ちゃんとボンバーで1匹だけつけていくと。オッケー。これで次進化大砲、まあ、ペッカファルチ、まあ、ガゴに対して強いか。そうだね。まあ、ウッド使う。縦線1回出すか。どうやって守ろう。進化ドリル防衛もまあ全然ありっちゃあり。棒っぽい大砲とかどう？これ。
これどう？どんくらいいける？ウッドで飛んでくれるんじゃないかなと思ってるけど。あー、まあ飛んではいるか。ハイスピでちゃんと防衛してあげて、レッツゴー。いいダメージだね。アイスピ防衛。あのペッカもう到達させなくてもいいな。こんな感じで。もう到達させない遅延行為。 OK。 まあ小物に対してだな、めっちゃ強いね。うん、コウモリとかガゴとか、まあそういったとこに対して攻め読み進化大砲、まあもう強ければ、まあ、ちゃんと防衛でも強いって言ったところで、おもろいカードだと思います。ということで、ぜひ皆さんも進化大砲を使ってみてね。バイバイ。